あかん、ちょっと目が曇った、目が曇った、見えない、線が見えない。よし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 、結構太めだね。見える？ちょっとこれやりたいってだけ。ピント全然合わない。いただきます。超ニンニク効いてる。うまい。渋谷センター街総本店野郎ラーメン、ニンニクマシマシ。ニンニク感やべえな。これなんか仕事とかデートとかある時には食べれないね。土着すうまい。なんか、なんだ、あんまりあの二郎系のラーメン行ったことないけど、油すぎやな。二郎系のラーメンあんま行ったことないけど、多分なんかインスパイアとかの店行ったことあって、そんな感じの味がしますね。うまいな、ニンニクのこの風味が効いてるとね。で、これでいて、一応一食428キロカロリー。あ、一応麺かやくスープ全部合わせて428キロカロリーなんだね。428だったらなんか意外とね、なんか他のちょっと大きめのカップヌードルとかの方がもっとしたりとかする気がするな。うまい。いや、昔よく行ったな、学生の頃のラーメン屋さんとか。跳ねた、熱っ、顔にかかった、熱い。美味しいですね。美味しい美味しい。麺も太麺で食べ応えあるし。定点の撮影の時はね、動きがないときついって言いますけどね。どうなんでしょう。
美味しいですね。よし、じゃあちょっと食べきろう。美味しい。普通に、ファミマで売ってました。美味しかったですね。やっぱね、なかなかこうラーメン屋さんとかもね、最近行ってないな。マジで行ってないな。学生の頃食べ過ぎたってのもあるな。けど、まあ自粛期間もあったし、なかなか行けない中、これは美味しいんじゃないでしょうか。やろう、肉ラーメン。肉マシマシ。300円いかないぐらいだったかな。300円いかないぐらいだったかな。美味しかったんで、ここら辺で食事を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。